ティボー・ピノは、フランスオートイコール・ソーヌ県、メルゼー出身のロードレース選手。2010年、フランセーズ・デジューと契約。2012年のツール・ド・フランスでは終盤に、逃げグループから抜け出し、単独で逃げるフレドリック・ケシア・コフを、最後のカテゴリー1級で捉えて下りへ突入、ペースの上がった前を上る集団に、他の逃げはすべて吸収されるが、チームカーで並走する。 マディオ監督が指示を飛ばす中、最後まで粘りの走りを見せて26秒差で、ツールのステージ初優勝を果たした。2017年、ジロでイタリア第20ステージにて、大会最後の山岳を静粛区間優勝を獲得。2018年、ブエルター・エスパーニャ第15ステージにて、超級コバドンガを静粛区間優勝を獲得。すべてのグランツールで、ステージ優勝を挙げた選手の一人となった。 2019年、ツールドフランスでは優勝候補と目され、ツールマレー三丁フィニッシュとなる第14ステージで勝利を挙げるなどを好調にステージを進めていたが、第17ステージで落ち車回避の際に左膝をハンドルバーにぶつけて負傷。第18ステージは無事に走り終えたものの、第19ステージ序盤で強い痛みのためリタイアとなった。 フランスが期待を寄せる FDJ の最年少22歳ピノが劇的な逃げ切り勝利。サイクロワイド http コロンスラッシュスラッシュ w w c y c l o w i r e d j p スラッシュ9イコールノード87,609でムランを振り切った5名のスプリントでピノ勝利総合争いは僅差のまま最終 tta。 サイクロワイド2017年5月28日、超級コバドンガで、ピノが栄光をつかむ SES は総合リード拡大に、成功。サイクロワイド2018年9月10日、超級トゥールマレーで、ピノが、勝利2位のアラフィリップがトーマスを突き放すツールド、フランス2019第19ステージは終盤に、好天で中止。マイオ・ジョールは、ベルナル。ありがとうございます。